さあ今夜はですね定期的にお届けしておりますアイディアイノベーションメディアワイヤードとのコラボレーション企画第15弾 SF 映画を実現ラボラトリー Vol.2 バックトゥザフューチャーパート2に出てくるホバーボード実現可能なのかということでございましてまあ一時あのネットに それこそ去年の一昨年ぐらいですね一回出てきてうわーと思ったんですけどそれは実はガセだったただあのガセだったってことよりもその映像の作りの素晴らしさをむしろ褒めてあげたいっていうぐらいすごい内容だったんですけどやっぱできないのねなんて思ってたんですけどさあ どうなるのか。ゲストは現代の魔法使いことメディアアーティスト研究者でこの春から筑波大学大学院の助教に就任されました落合陽一さんでございます。よろしくお願いします。はい、よろししくお願いしますおしですでどうも もう六本木は庭だって。まあ二十七年間六本木住んでますからね。結構近い。結構近いですね。歩いて五六分のところに住んで。はい。じゃあ今日はあのスープの冷めない距離で一つ。よろしくお願いいたします。もうホットに行きましょう。はい。行きましょう。そしておなじみワイヤード編集長の若林恵さん、そしてエディターの小谷。友成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう気がつけば季節は T シャツですね。まして。はい。この企画ももう十五段ですよ。

ていうのを掲げております、えー。あの映画に出てくるあれは実現可能なのか、えー、こちらをですねテクノロジーの世界の第一線で活躍する方々にまあ、ガチでどんどん質問していこうとで2回目となる今回はですね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」p a r t 2に出てくるあの未来の世界で、えー、マイケル・ J ・フォックスが乗っておりました、えー、スケボーだけどタイヤがない浮いている、えー、ホバーボード実現 可能なのか、えー、現代の魔法使いおちやようちさんに今日はいろいろとお答えいただこうといはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、まあ2015年はそれこそバックトゥーザフューチャーでね、うんはい、未来に行った年がこの2015年。年ね、そうですよね。思ったほど未来っぽくないなっていう,ないなていう意外と車空飛ばない,い,ない、ね。そうですね、車空飛ばないですねまだね、うんえー。まずはおちやさんのちょっと研究、などんな研究をしているか、研究領域というか、はい、その辺をまずお伺いしたいと思いますが。えっとね、僕はあの あの研究をしてるの場で白論を書いたんですけど、バってーの野球場の場の場の字です。はいはい、で、場って何かっていうと？例えばまあ電波だとか音の場だとか光の場だとか。はい、まあ色々あるんですけど、はい、そういうようなあの。 なんだろうな使える物理量をうまく使って、まあ、この世界をコントロールしようっていうのが、うん、あの僕の博士研究で、まあ、今の研究室でもずっと同じようなことをやってるんですけど、うんうん、つまり今までって例えば2次元のディスプレイにこの世界って縛られているもの多かったじゃないですか、はい、映画とかスマホとか画面とか、はい、それ以上にこの3次元世界で我々はどうやってコンピューターから恩恵を得られるのかっていったら、うん、直接空間自体をプログラミングする必要があるんじゃないのかっていうのが僕のパラダイムで。 すみませんこの1分間もう若林さん一番悟りを開いてるような感じです <laughs> ごめんちょっとあのすごい今遠くみたいな空間自,自体をどうやってコントロールするのかす、まあ、例えば物理量をうまく使ってどうやってコントロールするのかとかいうのをやってますつまり我々の一個前の世代はリアルとバーチャルの区別があって、はい、どうやったら例えばコンピューターの中のものを外に持ってくるかとか、うん、外のものを中に持っていくかっていうことをインターネットを通じてやるとサービスになったりしたんですけど僕らの世代や僕らの今ってなんか別にそんなのどうだっていいわけじゃないですか、はい、コンピューータ使おうががそれが紙で印刷、うん それの本質っていうのはリアルとバーチャルを超えたこのデジタルなネイチャー、はい、デジタルネイチャーにあって、うん、そのデジタルネイチャーをどうやって拡張して、うん、この空間全体をプログラミングしていくかみたいなことをやってます、うん、研究室では。今ちょうどですね今日はラジオを聞きながらもしまあ番組のちょっとホームページ見れたらですね、うんうん、今、えー、落合さんが言ってた、えー、その場のね、えー、解説的なところがちょっと今絵で出てますけど、うん、一番僕たちがこうお世話になってる バっていうと電波とかまあ電波とかですねでも一番多分よく使ったのはライトフィールドあのディスプレイを見る時の、うん、あの光とかはかなり場として振る舞ってますねなるほどとか はい、ということはあんまり自分たちがその何か場とかって意識してない中でこう見たり使用してたりとか生活の中にもいろいろあるもんですね、はいで。要は意識してないことを意識することから研究は始まるのでそこをどうやって変えていくかっていうのが最近は直近近だとどういうい場を最近は光ですねフェムト秒レーザーを使ってフェムトト1フェムト秒ってあの光って1秒間に地球30周するんですけど1波長ぐらいしか進まない時間。 1マイクロメートルしかその光が進まないような10のマイナス16秒時間みたいな時間の強烈なインパルスパルスを使って何ができるかっていうのを使ってやってますねすいません何ができそうかちょっと聞いていいですか例えば空中に絵を描くとか見えない空間に触覚を作るとか空中に絵を描くとかそういうのやってる空中に触覚っていうのは空中に触覚作るとか触った感じがするフィードバックあるあるとかそういうのやってますね そうなってくるとだんだんだわかりらまあ要はんだろうなあのよく SF a が出てくる空中ホログラム映像っていうのが次にまあ誰かがやんないといけなくて、まあ、そういうい基礎研究は結構あったんですけど、まあ、なんかあんまりたどり着いてなかったんですよね、はい、うまいところにこそう触って変化するとか、うん、いわゆる SF がやってるようなところにどうやって説 あうまく接続させるか今の技術をつげるかっていうのが去年の俺のテーマで多分来月情報会議で出てくるんで楽しみにしてください。そうするとなんか弱るじゃ映画の映画でわかりやすく言うとそれこそマイノリティリポートで情報とかこう手でヒュッてやりながらヒュッてやってたような。そのやつが実際に浮いてるっていうような状態を作る。あとは例えばこう R2D2 が。あとはそのレイヤー姫を出したね。オビワンって言ってあのあのいわゆるホログラムホログラムをどうやって作るかっていうことですね。うわ。 今日テーマそっちにします。<laughs> いやいやいやもの、もう <laughs> ね、男の子のロバには二つあって、キラキラすると動くです。あ、まだ確かにね。<laughs> 動くの方からいきましょう。<laughs> まあでもあのー。 今の話をその僕僕らはそのなんていうんですかね科学的なところで全然やっぱり当然わかんないのでオチャさんをどう形容しようかなっつったらもう魔法使いみたいな言い方になってしまうんですけどそれでいいと思うんですけどねこう現代の魔法使いって呼ばれるようになったのいつぐらいこれねホリエモンさんいるじゃないですかホリエタカフミさんホリエタさんと採談した時になんキャッチなんかいいのないかなって向こうが探してて上がってきた原稿に現代の魔法使いって書いてあってそっからだはいそっからですで僕魔法ってねいい言葉だと思っていてなんか魔法ってなんだかわかんない けど結果が使えることじゃないですか。例えばなんかすごい素粒子がとか、ハリー・ポッターで言い出したら気が違ってますよね。<laughs> そうじゃなくてあのそこのテクノロジーはすっ飛ばして、うん、原因と結果っていうのを使えるっていうのが今この世界を如実に言葉で表してるなと思ってるんですよ。はいはい、つまりどんどんテクノロジーってコンピューター難しくなるので魔法化していくので、うん、魔法化するテクノロジーをうまく使いこなしてみんなが魔法使いになれるような世界を作ろう。うん、つまり魔法の中身自体は俺は意識してるけど、うん、みんなは本当は意識しなくてよくて、うん、そのくらい簡単にプログラミングがかけたり、うん、簡単にモノ作りが発展したりするような世界を作りたい うん、なんかいい名前だなと思ってますねでもなんか魔法使いって言われたりとかちょっとこういう言い方したら失礼ですけど最近はなんか変、はい 変な人いはい変な人って呼ばれること多いんですけど <laughs> これね総務省があの国認定の変な人プロジェクトやっててそれなんか10人か9人ぐらいだから変な人選んだんですけどババリバリ選ばれてるんですね <laughs> それはすごいことなんですけど <laughs> なんか変な人っていうとね,ねなんかすご倍率73倍とかあったらしいんですごいなぜか変な人人認定で選ばれて <laughs> 変な人っていう、まあ。日本語はねそういうとこ,ろこう直訳的すぎちゃうんで多分こう最もユニークな人とかねもっとそういった方がちょっと近いのかもしれませんけど。 ね,いやですね変な人ね。さああじゃあということでございまして、まあ、1曲、えー、お届けした後にですねまさに「そのバック・トゥ・ザ・フィーチャー」パート2に出てくるそのホバーボードは実現可能なのか否か、えー、現代の魔法使い落合陽一さんにお答えいただきたいと思います。やっぱこれかー この曲が流れたときはマイケル・ジェー・フォックスは車の後ろに捕まってスケートボードで学校まで行ってると。よい子は絶対に真似をしないようにくださいということで、お送りする曲は実際に映画にも出てました。ヒューイ・ l l listen to the ー Power of Love! ラジオっぽいですね。ラジオっぽいラジオっぽい。そうか、これあれですよね。総務省のこれ。 イノベーターってやつですよね。イノベーション、そうです。イノベーション。あれとは何?。多選ってこと?。いや、あれね、自選なんですけど。自選、あ、多選もあります。で、俺多選が来て、自選のやつ書いて、送ったんですよ。あ、なるほど、なるほど。そうか。次選。これ認定されると、何がなんか予算とか降りるんです。か認定、あ、0 0万円もらえます。あんまりお金なんないですけどね。うん。 そんなあともうちょっっと欲しかったです、ね、っもうゼロ1、うん、もう一個多かったら結構使いみちがあ300万って何かほ、うんともう検査機こんなちっちゃいの1個買ったら終わりぐらいななあんまそうそうそうくないうそ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 うんかそれでイノベーション起こせると思ってるところがイノベーション起きないことだみたいな <laughs> そう、ね、いや本当そう イノベーション起きないよね300万じゃね確かにだからそこは結構あれであの、まあ、もちろんあのこっちとしては今まで買えてなかったものを買って、うん、イノベーションギリギリできるように逆にいろんなものをレーザーとか誰かに借りてきたりとかするんですけど、うん、だから,だからそ,のそこまで研究者にやらせるのかっていう、まあ、タフな話ですね。 お金があったらいいってもんじゃないですけどお金がないことには始まらないものもあってありますもんね今日はあのなんかこういうネット動画っぽさものすごく出てきていいですねでもだから邪魔なおじさんがネットじゃなくてイノベーションを阻む原因だっていうのがさっきの裏テーマであって邪魔なおじさんにとらわれずに300万もらってきてなんかやるっていうのはスタートアップにはいいんじゃないかなスタートアップはいいスタートアップにですね最初やりたいって言ってたねそうか もし総務省の方聞いてましたら、ちょっとそういう企画に書いていくっていうのはい。1> いいゼロ1個多ければかなりいいですけどね。そうですよね、うん、1> ゼロ1個増やすか、うん、スタートアップに変えるかみたいな、ねね。結構いろんな人だったよね。なんか割とそれなりに実績ない、うん、ます。なんか友達のアーティストとかね。うん、ヒュー・ h イス・ w i s and The Power of Love をお届けいたしました。いやー、Back to the Future 見たくなります。今夜は、ID、アイデアイノベーション・メディア・ワイヤルドのコラボレーション企画第15弾です。SF 映画を実現・ラボラトリー・ Vol.2。Back to the Future のパート2に出てくるホバーボード作れんのかということで、ワイヤード編集長の若林圭さん。なんとなくあの、髪が長いと毒にちょっと似てたよ。はい 本当にだんだん短くなってだだんだん短くなってますそしてエディターの小谷智成さんとえガチでですねこの方に現代の魔法使いこと研究者メディアアーティストの落合陽一さんにえもう早速ズバリお答えいただきたいと思いますけどまあホバーボード皆さん先ほども言ったんでご存知かと思いますけどスケートボードのあのウィルタイヤがついている代わりにですね 飛ぶというよりかはまあ浮くというね、えー、みんなの憧れのまあ、えー、ボードというわけなんですけど、うん、それでは質問させていただきますはいオーさんホバーボードは実現可能ですか可能だと思います早いありがとうございます意外と結構ス、ね、ッと来たっちゃきましたよねいやだってさホバーボードを そんなに厳しく浮くものってそんな厳しくないんですよ。それは場で言うと何場なんですか。例えば例えば地場とか、あとまあ音場だとちょっとあのうまく伝わらないので、あつまり空気を使って揺らすと人間を重いので結構。だから地場とか電場とかあとは超伝導とか、あとはまあ風力とかでも人間浮くんですけど、まあそのあたりが多分ねうまく使えば全然浮くんですよね人間。なるほど。 今まあそれに一番多分近いだろうなっていう、まあ、YouTube とかにも CM にもなってますよね。それこそあのスケートボード界のねーースターのトニーホークが乗っててこういわゆるハーフちっちゃいハーフパイプみたいなところ、うん、まあ、あれは確かに浮いてるんだろうなとは思うんですけど、うん、あのヘンドホバーという、うん、ただあれはこう確実に床が。 せるるためのになってんだろから好きな場所を自由にっていうのとあとあれ落合さん浮いててもう数センチの世界まあまあもうちょっと浮くかもしれないですけどまあそれでもそんなことするとバッテリーすぐ切れるので多分実用性考えると平らな面滑ってるのでちょっとだけ浮いてればいいかなっていう感じで高さは求めてないんですけど一応浮いてるなっていう感覚僕らの感覚的にはまあ十10センチ が二十センチぐらいは、浮いてほしいなと思いますけど、うん。まあ、でもね、摩擦がないってことは、すごいことですからね。そうですよねら車輪でついてるのと違うから、うん、摩擦がないってい浮いてるってだけで、まあ、かっこありがたくて。うん、で、実際十センチ浮いてようが、二十センチ浮いてようが、あの、その十センチの意味はないので。うん、なるほど。要は、障害物より一センチでも高く浮いてれば、飛べるから。 そう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 だからそこの距離はそんな重要じゃないですけどねただ摩擦がないっていうのはだいぶ曲がれないってことですからねああそうかじゃあ映画のようにあんなにこうクイクイクイっとだから要スケボーテクニックは一切通用しないですよだってもうそうかあそういうことになっちゃうんだ内輪差と外輪差とかあとこの重心移動で摩擦がかかるからこっち曲がってみたいなエッジ画みたいな話は使えないのでうわもしじゃあそれを曲げるようにしてください落合さんって言ったらあの「 どんな技術が必要になりますかいやまあ多分片側だけちょっと落とすとか体の重心運動でいきやすいようにするみたいなところだと思うんですけどだ<あ>かセ,セグウェイ的な発想じゃないですけど、はい、こう傾いたらこう作用するように、はいまあ、っと地面から反発する力が、はい、あの片側だけ強く片側だけ弱くなってうん、うん、それが摩擦力みたいにこう振る舞うみたいなことをすればいけるかなと思うんですけど、うんうんね、だからトニーホークが乗ってたら多分ね曲がれないですね。 深井クルックル回ってましたけどあれは一回回っちゃうともう回りっぱなしのような気がしますよね, <laughs> 実,際すね実際止まんないですね実際止まんないですずっと回ってましたよね、はい、実際止めるの多分かなり大変ですよね足つかないと止まんないじゃないかな深井、うん、ただでもあれの場合だとやっぱり路面にもう要するに何らかの、うん、あのそのそ地場をコントロールできるものがないとダメだと思うんですけど、はい、何もなくして浮くこと でできるんですか<何>例えば何もなくしてっていうのはちょっと語弊があるかなまあこう地面に何かをなくしてっていうことがでばか、うん、ああまあ例えばネットでこの動画で上げてた人もいましたけど、うん、あ見ました<の>見ましたブロワーで作ってたやつです、うん、しば刈り,、ね、りの風吹くやつをつ <laughs> あれを4つあえてひっつけて <laughs>、はい。 あれ見事に浮いてますよね。くる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 。あれま正しいんですよね。エアホッケーみたいな。そう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 。人間って結構風洞とかで浮くので、風洞とかのか風をバーってやって実験するとことかに、そう人間入れるとすっ飛ぶんで、まあ人間吹っ飛ばすぐらいは空気はかなりいい力なんですよね。なるほど。しかもモーターの力は結構力力で伝えられるんで、割といいですよ。将来的にもしその行こうと思ったら、今のそのトニーホーク方式 かそれとも芝刈りおじさん方式か。うん、まあかっこいい芝刈りおじさん方式は実は一番いいんじゃないかなと。なるほど。そうで,すね、で、あのそ、かっこいい芝刈りおじさん方式だったら、えー、まあ、なんだっけ、セグウェイみたいに走れるけど。えー、で、トニー・ホーク方式は競技としてはかなり面白くて。うん<あ>なるほど。そう、エックスゲームとして、モンスターとかがスポンサーしてやるのはかなり面白いんじゃないですか、ね。なるほど。今トニー・ホーク方式だなんだって言ってるのはですね。<laughs> あのー、ちょっと映像のですね、えー。使用許可がですね。海外から。えー、残念ながら。 返事が返ってこなかったので、<laughs> リンクを貼ってあります。youtube にあるんで、まあそのリンクをちょっと見てください。うちのあのハローワールドのアカウントで。うん ニューヨークの方は、要は電磁、つまり、あの、磁界を発生させて、それを高速で回転させると、反発力になるのでっていうやつ。なるほど。例えば、熱は発生してないんですか。熱は発生してます。してますよね。多分、多熱いと思います。ですよね。あ、イヒーターを裏返して飛んでるようなもんですからね。じゃ、もう、転んだら地獄じゃない。いや、あれ、あれ、実際、こけてるんですけど、あんま、こけたとこ、やっぱ、カットしてるじゃないですか。あれは、あの、地っていうことなんですかね。そんなでもないですよね。多分、あそこは全部、あの、熱、放熱されるようになってれば、あの、ここから出てる。 エネルギーって全部出してます1キロワットぐらいなんで、まあ、IH ヒーター1個であれ全部加熱するのはちょっと厳しいの、ね、例えばなんですけど,ど、はい、あ,のあれはもう明らかになんかそのなんていう金属的なものがっていう、はい、風な見え方になってたんですけどああいう形状じゃなくて例えば普通の道のコンクリートに、うん、なんていうんですかもっとフィルム的なものなのか、はい、もっと細いものとか、はい、なんかこうインフラとしてフ,、ね、フ,フィルムはありですね多分フィルムはいける だからあの、まあえっとまあ、自家しない金属あの自性を持たないような、はい、あの金属を使ってそれをすくとあれと同じような効果があるのでなるほどの厚さはどのくらいだっけなちょっと計算しないと分かんないけどでも多分、ねうん、結構いいけると思いますよくあの、ね、白線とかあの自転車線とかあそこにホバーボード線みたいな線の上だけそのフィルムが張ってあったらちょっと自由度合いは減りますけど、まあ、一応浮く動くみたいな。はいそうか 車椅子とかには多分結構いいですよね。実際ねああ、そうですね。深あ、はい、あと個人モービリティとかでもいいですよね。なんかこの例だけちょっと早く動くとか。かただ、あの、本当に無駄に電力使うので。あ,、ね、あそこはエコじゃないですけどね。これじゃあ、うん、あの、まあ、じゃ、実現できますと。もしこう、うん、おじいさん、これ作ってくれと言われた時、はい、どっち方式で行くのかはともかくですけど。はい、作るとしたら、機関と。 費用はどのぐらいかズか、うん、ロワーで作るやつだったら風の方だったら風の方だとすったらすげえ安いと思います多か五<え>万とか。<laughs> <laughs> いや あのなんかね、芝刈り機は、あれはあれで裏返したの、ちょっとかっ,あのかっこよかったと思うんですけど、うん、一応もうちょっと六本木ヒルズとかで使えるぐらいの、ちょっとスマートなコンパクトユニットにすると、コンパクトトユニットにすると、まあ、ダイソンが出したらきっと、ダイソンが作ったらまあ、まあ、でも50万ぐらいあれば作れるんじゃないですか。ね<え> <laughs> 唯一受ける掃除機みたいなそうそう唯一受けるボードみたいな。<laughs> あのサイクロンのとこちょっとなんかね噴射光だとか,かっこいい、はい、噴出力が変わらないですあの芝刈り機のおじさんに「あのうん、ダイソンで試してみませんか?」っていうメールを送ってみた方が返事来る可能性あったかもしれないというわけで <laughs> ちょっとここで一曲いきましょう。の話いいよねいやでも なんかそんなにかかんないです材料代大したことなくて、うん、バッテリーなんですよ。どっちも<ー>。浮いた状態で電力入れ続けないといけないんで。バッテリーさえ克服すれば、そんな大した値段じゃないかなっていう感じがしますけどね。どねでも、なんか。二つの映像を見ると、やっぱりもう <laughs>、はい。 芝刈り機のおじさんの方が確実に子供たちのヒーローになってますよね芝刈り機のおじさんマジでイノベーションなんだよこれ本当にだってコス安いし天才だよねすごいよなもうみんなマジでビビってるんですよ子供たちが摩擦力ないからねそうこれだとあのあっちのあっちのトニーホークのやつだと多分みんなイエーイとかいう感じだと思うんですけどこっちはみんな <laughs> <laughs> 子供たちがビビってるっていうしかもなんか意外とかっこいいですよねあれギーク形状に、うんうん、そう確かにあの赤いファンとかがなんかもうちょっときれいに整列してたら <laughs> なんかそれはそういう装置なんじゃないかなと思うもんね <laughs> そっかそれでいけんのか、うん、なんか平らなとこだったらあれ十分ですよね,ね、うんうん、しかもいい新しく行く必要もないから確かにもう行くどこも自由に行けるそうだよね、はいはい、割といね割となんかちゃんと 乗れてたもん。乗あれはスケートボードのあの会場なんで、あのゆつるつるなんですよ。ああ、そう日本はさ、大体コンクリート舗装綺麗ですから。そうですね。なる曲分け地震が今発生したので、地震の情報を入れて、ツイッターのちょっと呼び込みをして、P.P. で。はいはわかりました。なのでおさらいカットで。はい。今桐山さん書いてます。 もし間に合わなかったら PT 明けではいはい了解ですさすが公共インフラですねあのでもあの芝刈り機の方をあのあれもちょっとセグウェみたいな感じにそんなスケボースケボーと言わず見れるようにすると昔スペースコブラスペースコブラにああいうのちょっと出てきたありますよねあれもあったあった聞いてきた間に合ったらね あれがもうなんかあれも赤であんなだったんですよ。ただ綺麗な金髪のお姉ちゃんが乗ってなから。うん、そうそうそうバーバレラみたいな。<laughs> そう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 。読み出されです。地震です。俺読みますね。先ほど午後10時45分頃地震がありました。震度最上。あ震度三がこの次の通って消してください。震度三が。東京千代田区では震度二を観測しました。 ジェイ・ウェイブ・ハロー・ワールド、えー、お送りした曲はハッアン・モホークのナンバーで DJ 太郎がお届けしていますジェイ・ウェイブ・ハロー・ワールドここで、えー、地震の情報です先ほど午後10時45分ごろ地震がありました、えー、震度3が茨城県の北部茨城県の南部東京・千代田区では震度2を観測いたしました 震源地は茨城県北部震源の深さは約5 0トルです地震の規模を示すマグニチュードは4.2ということでしたこの地震による津波の心配はありません以上地震の情報でしたさあ今夜の「ハローワールド」はですねワイヤードとのコラボレーション企画第15弾です「バック・トゥ・ザ・フューチャー」パート2に出てくるオーバーボードは実現可能なのかということで、まあ、先ほど「できると」 いうお話をいただ私たちはもうなんかあれ浮力はなんかね僕たちもリニアモーターカーみたいな磁、うん、場電動みたいなどうしてもそっちに、うんえー、行きたかったんですけど一番あれだったのはやっぱりこう。 まあ今後はやっぱりダイソンが、うん、イソンこれどうかな1000万、えっと、1億いくらなのかなプロとタイプ作ったらって5万って言われて、うん、であのさっき僕もリツイートしたんでそのいわゆるあのトニーホークのやって、うん、あれはあれで素晴らしいんですけど僕らがさっきからずっと言ってるその芝刈り機を開発したおじさんのやつあのリツイートしたんで見てくださいあのこ公園にいる中学生のスケーターの子供たちはマジみんな口ポカン っててこっちの方が現実的です,よね,ですね。見た目カッコいいんすよね。かっこいいですよね。かっこいいええー、ど誰か出しましょう。<laughs> <laughs> はい。ええー、意外とですね。なので今ちょっと思ったのは、僕たちはも,もっとこう未来的にこれができるのかと思ってることが、うんうんね、実はもっと。 もうすでにできてることもあるのかなってはい、はい、今日落合さんの話を聞いているといろいろそういう発見が、ねうんうん、あると思いますので、えー、後半も一つよろしくお願いします皆さんからですね「あのこれって作れます?」とかね「あの映画に出てたこれ」うん、あの全然あの「バクテ転フィーチャー」なんてそんなメジャーすぎるよってもっとニッチなとこ行こうよって言ったら、うん、あのそういうの送っていただければと思いますので落合、うん、さんばば答えてくれますかということで引き続き「ハッシュタグはツイッターの方 HW813 でお待ちしてます。 8, 年すいいいいませんややみ面白いことって重要なんですよね面白いことしないといけなくて <laughs>、うん、でそれはエンターテインメントって意味ではなくてなんか要は便利になりそうっていうことでもいいんですけど。う 別に自転車でいいじゃんって言われたらホバードボード作る必要ないんですけど、うん、自転車ばっかりやってたら俺たち老人になるんですよねどうやったらその新しい手段をあの合理性を超えてワクワクさせられるかっていうのが21世紀型のテクノロジーの重要なところでそんな合理性突き詰めていったらもう全部中国に食われますよコスト安くなってくんだから。うんうん でそこじゃないところで戦っていかないといけなくてそ,れをそこを主導していくから我々は今賃金をもらってるはずなんですけど、うん、要は、まあ、フリーライダーに俺たちがなってしまったら俺たちの賃金カットしていった方がいいわけですから、うん、2040年ぐらいに日本の立ち位置はなくなるんですよ、うん、面白いことをやっていかないといけないそれは受けが狙うってうことじゃなくてね人がそこにね、はい、ワクワクするものをっていう。 楽しいよ面白いよ面白いっていうなんかもうなんかすげえってことってあるじゃないですかしばかぎるのおじさんすごいね <laughs> すげえんだよねすごいすごいものすごいですよなんか生み出すのはすごいと思うんですけど、うん、ありものをあんな風にできちゃう、ね、ところでちょっとくすぐられますよね,ね,すね今回に関してはそうなんですよね。あれテックブリコラージュみたいなそう,そうそううちの研究室でもだからそれテーマで、うん、なんか僕はフェムト秒レーザー打ったりとかすげえ大きい 実装の話をするんですけどなんかもう安くすごいインパクトのある実装するっていうのも重要で大きい実装すると世界ってちょっとだけ横に進むんですけどあのちっちゃく実装するとそれはみんなで使えるようになるので、うんまあ、例えばオキュラスリフトとかまさにそうですよね。うんうん、オキュラスってだってあのレンズ1枚をあの複雑な光学系の金につけてうん、うん、で画像の方を歪めさせればあのレンズ変えなくてもあんなに斬新な体験ができるいいうでだからあれはしこいなと思うんですよね。 今夜はワイヤルとのコラボ企画第15弾です。バックトゥーザフューチャーパート2に出てくるホバーボードは実現可能なのかと。可能というお話を。しかも、えー、約5万円と。もう本当にごめんなさい、しばかり機の話ばっかになっちゃうんですけど、<laughs> あれはどこのメーカーなんでしょうね。ね逆にそういうのは、はい、あのツイッターの人たちがって調べてくれる<ー>逆に教えてくれるかな。あれを 使えば一番確実ってあれなんかさ出っ張っててあの要は芝か機器を縦に板の上につけてるんで、はい、こうなんか,かっこ悪く見えるんですけど、うん、あれなんかちょっとノズル入ってて横になってるのよ分非常にいい感じの SF 感は出てるんですよね。<laughs> はいはい あの教えてください、もしはうちのおじいちゃんあれ使ってるよとか、<laughs> うちのおじいちゃん移動の時あれで見てるよとか分かりませんあ <laughs> ったら教えていただきたいと思います。<laughs> えー、ツイッターにもですね、えー、いくつか 来ておりましてあ、はい、S.F. こういうの来ましたえー、これは無理なんじゃないですかあのドラゴンボールのホイポイカプセルって作れますかポ、はい、イポイカプセルさあ面白いあすごい重たいとかありそうですけどね、うん、ホイポイカプセル自体があそもそも,そもそもあんなちっちゃいけど実はすごい,いそうでもなんか外気を外気か外外部のす水を吸って堆積的に剛性が保てるとかはありそうですけどねうんあつまり海に投げ込んだらある程度いい船になるみたいなのはありそうですけどねなんか できそうできそうですけどねあ要はあの質量をどうやって担保するかが多分すごい重要で要は、まあ、無から有は生まれないんですけど外から吸ってできるみたいなものだったら膨らむと。か膨らむけけどど じゃなくて、プニプニくてカチカチするみたいなのありそうですからね、要は 3D プリンターの新しいマテリアルで、増えるわかめの容量だけど固まるみたいなのありそうじゃないですか、そういうのを研究しようと思えば研究できそうですけどね。なんかまあ USB メモリーで内容量を示すのに、風船みたいなのが膨らむみたいな、<laughs> 賢くすぎない賢い、あって、その風船がやっぱ、そんな風船プリプリじゃないですか。あの フニフニなんですけど容量が多くなってくるとめちゃくちゃカチッカチッと膨らむっていうの研究でやってるのがあってもう結構面白かったんですよねっちゃいものからピョンっていうのができたらいいそうです、ね、そうすると救命ボートとか船にその、ねまあ、ごつい救命ボートとか作ったりとかあと海に家建てたいこと多分多いと思うんで。 あの要はウォータータフロントにうん、うん、で家っていうのをどうやって外部からあの資源を集めて作るかっていうのは多分他の惑星に行ったり海の上でやったりとかいろいろ用途があるんですよ。それが多分キーワードで次はそれ作ったものをどうやって分解するか要は例えば今サバゲーやると BB 弾ってあの土に還るやつでできてるんですけど,、ねはい、どああいうものでどうやってそれを自然に返すかっていうあたりはテクノロジーで面白いいなと思いますなるほどすごいでしょみんなホイッホイカプセルからこれだけ膨らむんですよ <laughs> <laughs> まだまだ本当はいけますけど次の質問いきましょう。 リニア新幹線のようにホバーボード専用レーンを設置して磁石を埋め込んだらままこれは実現しますよ、ねまあ、磁石じゃなくて普通に板でいいんですけどね板ででいいってことですね続いて、えー、ドラえもんぐらいスタイリッシュに使えるどこでもドアを作れますかあそれは厳しいですねああっ これはね、はあ、どこでもドア、マジ厳しいですね、なんか。人間死ぬのか、よくわかんないもんね。うん, <laughs> うん。なんか、どこでもドアは、最終形として、かなり厳しいです。だから、どこでもドアの一歩手前として、あの、なんか。通り抜けフープみたいな、やつとか、あ,はいはい、あと、その一歩手前として、なんか、どこでも窓になるみたいな、結構あるじゃないですか。はい、で、まず光線を復元する段階からやって、はい、次に物質を再構成する段階まで行かないといけないとか。そこ成功しないと、うん、あの。 人間のままでなかなか、ね、いけないってことですね。今だってなんだっけあの、うん、光1個通れるか通れないかとかなんですよね、うん、ワームホールの研究って。うんうんうん そういったおちょっと厳しいですね。どこでもドアっていう人すごい多いですね。でもどこでもドアさえあればね、あらゆるなんかもあの軍事バランスも破壊できるし、あらゆる経済行為も無に帰るのでロジスティクかもしれない。キューボの次はどこでもドアですけどね。いやもうなにこうパッと移動できちゃったら佐川急便どうしようとか感じになっちゃいますもんねそういう意味ではね。首相官邸に誰か攻め込んでくるかわかんないですよら。ねドローンがこちらの話じゃないですよね。いやーって来ちゃう。 安全保障の問題は破壊するんでありますよね。<laughs> はい、まあでもあのその。 科学科学がそのもう法律を変えていかなきゃっていうこう壁っていうのはいろいろあるじゃないですか。例えば法律がいつコンピューター化するのかがね、僕の今最近テーマなんですね。法律がコンピューター化そうそうそう。法律の条文をどうやってインターネットのようなツイッターみたいな流動性を持っている法律っていうのを俺たちは定義できるかっていうのが。なるほど。そその必要に応じてその解釈をふっとこうきちっと作れる。すぐデータベースから探してそれに違反するかとか変わったりとかしてもなフォロー 通してれば大丈夫みたいな。なるほど。うん、そそ育つ法律みたいな感じ、ね、育つ法律みたいなものをどうやって国会機能から逸脱させて作るかみたいなところは我々の意思決定やそういうものに大きく影響すると思いますね。うんうん、そこもまた面白い。もうそういう時代に来てますもんね。うん、人が判断するだけじゃ結構難しいっていうところありますもんね。えー、皆さんからのですねいろいろとこう来る質問も。

引き続き続おお待ちしておりますハッシュタグは HW813 さあ、えー、ここまでのお話はですね、まあ、ちょっとなんか僕らが自分たちでこう,やこうなったらいいなやってみたいなっていうお話を伺ってきたんですけどこの後お知らせを挟んで今度は落合さんが今後実現させたい魔法のお話を伺います。